はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちらプライズ限定仮面ライダーディバイスリバイフィギュアバイスフィギュア AUU 像の悪魔バイスです はい、リバイス系のプライズアイテムがいつの間にかこんなに発売しておりましたので、一気に買いました。アマゾンで1体1400円。以前にもうちょっと大きいサイズのプライズフィギュアは発売されておりましたが、いつもの多分17センチ、16センチぐらいのライダーフィギュアのリバイバイスと、英雄ユーゾーからリバイを差し置いて、バイスのしかも変身前の悪魔バイスが立体化されてたんですね。全一種。ってことでまず、パッケージ見ていきましょう。これは繋がらない。 はいけど同じコンンセプトのデザインになってて横にはフィギュア画像プラスはいサンプル画像がありつつこれ良さそうですね悪魔バイスは足あり足なしバージョンとかがあるのかなと思ったら全一種のようですデビルバイスと書いてありますではレビューしましょう au ユーゾンも最近あんまりライダー出てないかな 中には下半身、上半身、頭部に分かれたバイスが入ってて、メタリックブルーすごい綺麗で、本編のスーツ感あるね。マスク外せたりとかはしないか。だかマスクの下は多分、ベイルと同じ顔なんですよね。おー。おー。あ、すごいね。すごいね。えめっちゃよくできてる。なんか、 少し大きくした、アルティメットルミナスみたいな、そんな感じだ。そして、台座がついてますので、台座はこれこうか。つけるタイプで、これで安定感が増すと。ちょっと、愛嬌のある顔つきになってんだな。え、めちゃくちゃいいじゃん。リバイバイズフィギュア。これ、ちょっとポーズがね、つくといいんだけどね、先に直立のやつが出たから、首のジョイントに、 よっと、硬いね。顔差し込んだら、あ、でも造形、なかなか立体的。直立がちょっと、もったいないけど、はい、大事にさしたらこれで、リバイ完成で、バイスも残念ながら、同じシリーズってことで、直立なんすよね。内容物は同じように、首から下と首から上。あでもバイス、これもすごいいいね。 そしてちゃんとゼロのマークがあるし台座に足差し込んで OK ガンメタとかも塗り分けられてる尻尾は別でピンクメタリックのパーツがありますのでこれをこの部分に差し込めば完成と かっこいいな。って感じで中身を出すとこのようなフィギュアが入っておりました。本当にいつものプライズフィギュアサイズって感じで、総動とか横に置くとだいぶ大きいですね。全高16、7センチぐらいかな。アーツとかよりもさらに大きい感じ。じゃあまず、リバイバレスで並べられるプライズフィギュア確認しましょう。微妙に肩の位置がリバイの方が低くて、ちょっと、 前高がこっちの方が数ミリ低いんだよな。これ気になるな。本編だとバッチリ同じ身長ぐらいだもんね。はい、全体ヨーグルトをぐるっと見回すと、こうで。 あリヴァイも5ミリぐらい足長かったらいいんだけどな。改めてリヴァイフィギュア細かく見ましょう。とはいえ、色分け、ここメタリック牙入ってるし、複眼超明るい、恐竜のパープル目とか、特徴的なこの辺のペイントなんかも再現されてて、ああさすがっすね。よくできてる。 で、後ろのレイクスのパーツが畳まれているアーマーなんかもいいし、成型色部分がね、何気にないのよ。これ全部メタリックピンクで塗り分けられてるんですよね。で、この鮮やかなメタリックブルーも入りつつ、アンダースーツの関節部分のパープルなんかもめっちゃ綺麗なんだけど。あ、でもここ大事な50の5の部分が こっち0の0じゃん。で、こっち5で、ここ塗られてなきゃいけないんだけど、ああ、そこかここはね、騒動でも塗り分けられてるんですよ。ここ重要っすね。パープルがなぜか、超大事なところに、色入ってないっていう。ああ、ここ残念だな。でもレックスのマークなんかも立体的で、ベルト周りも、まあまあ、プライズフィギュアなら、 こんな感じじゃないでしょうか。可動箇所はありませんので、もうポーズは完全固定ですね。はい、足回りも見るとこで。でも、色に関しては、マジで、ほんと完璧。足裏も、はい、ライダーキック時の50の5が入ってますね。で、ジョイントがちゃんと小さいのと大きいので分かれておりますので、題材の差し間違いはありませんね。さらに、バイス、パッと見からして、 バイスの方がよくできてるかな。黒いところは成型色で表現で、こうやって見ると変身前と変身後で、アンダースーツというかベーススーツ自体は、実はほとんどそんな変わんない感じになってるのがわかりますよね。まあ青いラインとかはなくなっておりますが、同じような模様が変身後もレックスゲロム採用されてると。こっちは全く色の省きが ないもんね。このちょっとぬいぐるみっぽい縫い目が入ってるレックスのメット造形からピンクのメタリックのマフラーがあって、中に普通に悪魔バイスが入ってて、50の0レックスのスタンプ、 アーマー、マ畳まれてるアーマーだったりとかレックス地の前足なんかもきちっと表現されててここは全部成型色でガンメタのスネアーマーがありつつメタリックピンクで尻尾ここも足部分はブラックの成型色で,でこっちも同じようにしっかりと0がありますから510のマークが出来上がるとパーツ分割こそありますが 可動箇所なんかはありませんね。まあ、このようにリバイバイス一緒に飾ることができる同じシリーズのフィギュアでございます。てかやっぱりリバイバイス最終は分裂してほしいかな。リバイスで今中間フォームで 合体してるのもあれはあれですげえいいんだけど、二人の要素がスーツに入ってるし、最終フォームはもう一回分裂してほしいな。では、英雄雄像の悪魔倍数も見ましょう。クリアーの台座も付いておりますが、十分安定性高いんで、台座なしでもしっかり自立することができますね。それと、これめちゃくちゃいい。アルティメットルミナスのほんと、ちょい大きい版みたいな質感になってて、 え、こんなのが1000円ちょいとか1400円とかで手に入るんだったら圧倒的に英雄ユーゾの悪魔バイスおすすめ。 これ色足んないところないもんね。目も少し変身前の優しい感じが出てるし、マスクからの口がずれてるところとかもプリント完璧。白とメタリックの頭髪部分も全部塗装だ。で、ブラックが成形色なんだけど、エッジのかかり方とかすごくない再現度高くないで、その中にしっかりとメタリックブルーのラインが入ってて、え、すごいんだけど、マジで英雄ユーゾーアクマバイス。 これポーズも含めてほんと完璧アルティメットルミネスみたいなちょっとアクティブなポーズを取ってるドンと置いて飾って目立つフィギュア系が好きな僕としては相当今回の英雄ユーゾの悪魔バイスは評価高いですねこれも可動箇所とかは入っておりませんがバイス系が非常にどちらもよくできてますね 以上、ゲームセンタープラス限定、仮面ネタリバイス、リバイフィギュア、バイオスフィギュア、AUU ズを悪魔バイスの紹介でした。